キッピンも歌いたくてずっと聴いてました。やっとクマさん拝める。お疲れ様です皆さん、お仕事お疲れ。赤いネクタイがトナカイと思う。そうか、こんばんは。 Love you from Thailand。 おー、コップンかー、文化サワディカー、まクマちゃん可愛すぎる。いえ、好きまでと違うもの、その答えはイコールだ、それはきっと東大生も知らないでしょう。かわいい髪の毛、星余ってるのであげますね。ありがとうございます。尻尾見せてください。好きです、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 好きです。かわいすぎる。1年以上貯めた星全部あげるありがとう。もかわいい、イエイ。東大生のとこのマイカちゃんが好きすぎる。わかる、マイカちゃん好き。だって私しか導けない、君でした、君かい、君かい、君かい、なんて言えなかった。こんばんは。1年分の星ってでもさ、あれでしょ、99かな。1年投げてなかったってこと、他の配信で。クマ娘クマ娘です。クマですか、クマです。今イベントをしていますので、ぜひ11日までイベントしてますので、応援をよろしくお願いします。クマ一緒、ほんとだ、クマぴょい、クマぴょい。うん、グーだって出てこない、だって私しか導けない、好きで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 、うくつつすぎるクイズ。自分もクマっぽいって言われたことあります。あら、確かに。今日は最後までこのクマさんが配信するんですか。迷ってるんですよね。今からお風呂に入るか迷うんですよ。どうしたらいいと思いますか。初期のコメント書いてるの芸が細かい。初期のコメントって何？推奨コメント。くまくまベアってアニメある、なんか見たことあるかも、文字だけ。うん、クマアバターでよかった。ほんとだ、ご飯は食べました。ここら辺で近年クマ需要が高まってる。ほんと？クマらない後悔よりクマる後悔伝わらん。皆さん楽しんで配信をしたかったので推奨コメントを変えてみました。あ、今は変えてない、さっきの配信からは変えてないんですけど。そうそう、明日は、明日の予定を立ててみたんですけれども、
まあでもこれはね、23時59分に終わるあれでやった方がいいかなって思うから、ちょっとどっかを長くするかもしれんけど。別れたって朝で聞いた。これをまた書いておきますね。皆さんも星集めとか配信見に来たり、他にも仕事もたくさんあったりでお忙しいと思いますが、休んで休みつつもありがとう。本当だ、一すごいびっくり、ありがとう。あ、ホジェさん、ホジェさん、クマタワーありがとうございます。クマ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 、ありがとう。ホジェさん見入っててスクショ忘れた。あ、これ、そんなこと、ここでカラオケ配信するのは邪流ですよね。ここだよね、やるとしたら。おじいさんありがとう。それで何週取れるのか。3週1週1週3週1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 週だと思います。全部出れるよっていう方は。1年分の星強すぎた、強い嘘でもまだ歌えんかもしれん。いい近く、本当。皆さん一周だったら他のルームに行かなくてもいいのか。そう、準備はしたんですよ。でもあと5分しかないよ。邪道な、そうだまた間違えた。今日日本語が悪いわ。ちょっとこの全部出れてしまう自分が怖い素敵、皆さんクマありがとう。皆さん電話番号認証はされてますか？っていうかこれクマの耳してたらさ、耳つけれるのかな。ふん、つけれた。うん、歌いたいけどさ時間ないよね。5分しかないもんね。ここで歌いますので、ここのね、ここのこの最後の配信30分あるので、ここで多分 2,3 曲歌えるので、ぜひ来てください最後まで。ん耳はここです隠さんと。その時間寝てる、本当？この服家の中で歩いてて恥ずかしいか、恥ずかしい説。でも私もう 4,5 時間この格好でおるけん、ご飯もこれで食べたし、クマになりつつあります。次も歌える、本当？でも次も15分、ちょっと歌える。うん、隣にお父さん座ってご飯食べたけど、パパ村にそれ着せてほしい。絶対入らん、絶対に入らん。私服でもいける明日の仕事これで行ってみようかな。
それ着て宮島水族館突っ込まれそうですね。来るとこ違うよって。もう仕事終わった。お疲れ様です。お疲れ。そうそう、あれなんかこの配信短いね。なんで、なんでこの配信短かったんだろう。感覚が短い。飛び動物園行きたい。今日のテスト終わった。お疲れ様。そんなこともたっていいよ。走れ。風呂入るから、風呂入るかクマのままにするか迷うんですよ。どう思いますか。私はクマのままでもいいんですけど、どうじゃろう。毎回歌は聞きたい。本当？どっか誕生日祝ってくれますか。うん、誕生日センス持っていくね。じゃあ、あの遠征先に。お話し会では無理かもしれんけど、あのお話し会の行った先の配信で。じゃあ一日中クマになりますね今日は。次も次の次もクマで、次は22時25分から配信しますのでぜひ来てください。いきます。13位バシさん、12位ジャストミトさん、11位ヤスノリンさん、10位ダダダダムドさん、9位サイちゃんさん、8位ナオヤさん、7位ホーポンさん、6位シューンさん、5位ユータくんさん、4位広島リトルウィングさん、3位フナさん、2位ノンちゃんさん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、ホジェさんでした。ありがとうホジェさん。はあ、皆さんありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルンちゃん、リアーさん、ありがとうございました。なんちゃんさんもクマいっぱいありがとう。それではなんちゃんさんもありがとうございます。それではまた22時25分にお会いしましょう。なんちゃんさん惜しい10連が。それではまた後で。ありがとう。でもクマいっぱいありがとう。ありがとうございました。